よかろう。ここはあえて敵に塩を送ってやるのである。 I'm 剣士ウエスキー。 OK Let's play。 わーわー、ヒューヒューロボー、燃え上がれ我が輩のハート。わぬわー！博士！一つもできないだなんて、大十字さんは宴の席をどのようにお考えになってますの。私をバカにするのも大概にしてくださいな。注ぎなさい。主人さん、あんまり飲んでませんわね。そうですか。そう、私のお酒は飲めないとおっしゃるのですね。無理よ、悲しゅうございます。いや、何も言ってない。で、人に死なだれかかるのはどうかと思うですが。女が悲しみに引き裂かれそうな時、黙って胸を貸すのが殿方の役目でもなくて。ちょい。鼻の下、伸びとるぞ。いや、助けろよ。大中寺さん。いや、その。大中寺さんってよく見ると綺麗な顔をしておいてね。しなくてはね。何？まこと。すでに用意整いましてございます。
き。では千秋、そうにゃ。大十字様をどんな社交場に出しても恥ずかしくないような立派な淑女に仕立て上げなさい。自由への逃走。恨みはありませんが、この肉の一片、血の一滴、すべて波動に捧げた身、大十字様、お覚悟を。自由を、さもなくば死を。あクロちゃん、往生際が悪いな。まあ、そんなこともないで、うちクロちゃんを完璧なペッピーさんに生まれ変わらせてあげるから。今のセリフのどこに安心が。そして何故誰一人として俺をこの窮地から救い出そうとしないか。え、だって楽しそうよ。ドキドキ。なにゆえ我が輩が宿敵である貴様を助けなければならん。エルザはダーリンがオカマさんでも一向に気にしないロボ。好きに生きろ。人手なしどもが。何を言いますら。兄様、離さないでてな。あ、ほら、あんたらもしっかりクロちゃんを抑えて。わかりました。はいはい、クロさんゲット。失礼します。男の人の体って硬いしちっちゃくないしつまらない。でも仕事、仕事だから。あんたら、なんでそんなに嬉しそうなんだよ。バカ、のしかかってくるなって。あ、ちょっと柔らかで、いたーって、し、執事、痛い、痛いって、シャレにならねえ。やめ、やめて、で暴れない、暴れない。クロちゃん、化粧のノリがいいね。少しばかり焼けるな。あー、ダメー。悲惨だな。ゾク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 。これで完成。って、ちょっと…ボカーン。あ、これは…あ、ドキだ。シャレにならん。完璧だ。クロちゃん、クロちゃん、クロちゃん、クロちゃんったら。どこまで
私を、この私を幸福のデッチョに追い込めば気が済むの。済むのったら済むの。ダメよ。死んじゃう。ライカも死んでしまいます。神様。ライカ姉ちゃんが壊れたよ。うわー、クロお兄ちゃん綺麗。俺を置き去りにして盛り上がるな。そこどいつもこいつも世界の不幸を根こそぎまとめて叩き込んできやがって。いい加減本気で泣くぞ、応援するぞ、同国するぞ。こんな服。待ちなさい。失礼、お見苦しい姿ですが、大十字様は事の重大さを未だに理解していないようで。大十字様、今そのお姿を放棄することはひいては一つの極まった芸術の破壊を意味するのですぞ。あなたにそこまでする権利が終わりか。んじゃあ、あんたらに俺をここまでする権利があるんかい。つうかキャラ違ってて、なんか怖いよ、執事さん。鏡を、早く鏡を持て。はいはいはい。そうそう、今の自分の姿をちゃんと見ないとな、クロちゃん。必ず
こりゃ大したものだな。嬉しいね。酒が抜けてく。お、おや、まあ、マイヤさん。これはこれは奇遇奇遇。クロウ君も休暇に来たのかな。で、ナイヤさん、なんでこっちに寄ってくるの。いいじゃないか、別に君と僕との仲だろ。どんな仲だよ。なあ、抱きつくか。普通、まあまあ、そう固くならずに。裸の付き合いと参ろうではないか。あんたも酔ってるのか。だいたいここは男湯だろう。何を言ってるんだ。別れているのは更衣室だけさ。ここの露天風呂は混浴だよ。綺麗な腹をしてるね、クロウ君。ちょっと。くすぐったいって。いや、だからやめ。いや、いい声で泣くな。ほーら。ナイヤさん、冗談にも限度ってもんが。どうやら順調に異界を登っているようだね。正直驚きだ。これほどの短期間にここまでの成長を遂げるなんて。それもミスカトニックの魔術師ですらない君まだ。何を言いたいんだ、ナイヤさん。君はとても興味深いということさ。君はね、僕のお気に入りなんだよ。いいえ、今回はとってもいい。久々に人を欲しいと思ったほどだ。どうだい、クロウ君。僕のものにならないか。君ならばきっと僕を受け入れることができる。いいだろう。一緒に溺れようじゃないか。
マイアさん、あんた本当に何者だ。へえ、意外と真面目だなクロー君。冗談だ冗談だよ。だからそんな怖い顔をしないでくれよ。いや、冗談というのは違うかな。ボー君が君を気に入っているのは本当だから。でも別に取って食ったりはしないさ。どうやら邪魔者も入りそうだし、先に上がらせてもらうよ。君との仲を嫉妬されたらいろいろと面倒だろうしね。それじゃクロー君、また今度はもっといいことをしようじゃないか。どうしたクロー、闇の残り香がする。こんな気配が漂っていれば人よけの結界になってしまうぞ。さあ、俺にもよくわからねえ。なんか記憶もぼやけてきてるし。うむ、なれも一発の魔術師だ。気を抜けば、ムマやらヤキやら、良くないものが寄ってくることもある。気をつけろよ。うん、分かった。しかしまあ、これだけの風呂を独り占めできるのは良い。しばらくこの闇の気配、利用させてもらうか。二人静かに風呂に浸かるのも、なかなかに良いものだろう。そうだな。なんだ、突然笑い出して気味の悪いやつだな。いや何、どこの世界にこうして揃って風呂に入り、夜空をアホを見たく見上げる魔導書とその所有者がいたものかと思うてな。確かに珍妙だけどな。つうか、そもそもお前の存在が珍妙だ。ふ、黙れ。しかしだな、珍妙なのは誰もだぞ。わらわは千年を生き、多くの実者と共に戦ってきたが、ナレのようなものと出会ったことはない。わらわはあくまで魔導書であり、実者はあくまでわらわを書として取り扱う。それが当然だ。人を戦いに巻き込んで無理やりに魔術師にして、無理やりに居座ったやつの言うことか。それはそうさな。不思議なものだ。ナレの時は最初から感情的だった。お互いにな。中和術者も本もお互いを利用するだけの関係に過ぎぬというのに、これではまるで、ふん、戦友みたいなもんか。あ、いや、悪友、腐れ縁。そうだそうだな。うん、
そういうのも悪くない。ジロジロと見よって。あ、いや、なんでもない。よもやわらわに興奮しおったか、この変態め。するか、